それでは計算基礎学1の第11回の授業を始めます。前回の授業のまとめです。前回は拡張子ユークリッドの誤助法の応用としまして、中国常用算法を扱いました。これは拡張ユークリッド誤助法を用いたその中国常用定理の計算法として説明しました。で、今回の内容ですけれども、前回紹介しました中国常用算法の計算量の解析見積もりを行います。で、これを行うためにいくつかの他のアルゴリズムですね、その基礎になっているアルゴリズムの計算量の見積もりを行うことにします。で、具体的には割り算の計算量、それから拡張ユークリッドの誤助法ですね、ユークリッドの誤助法もしくは拡張ユークリッドの誤助法の計算量の2つの見積もりを行った上で、中国常用算法の計算量の見積もりを行います。ということで、まずその割り算のですね、計算量の見積もりに入りたいと思います。で、ここでは以前ですね、説明しました多項式の常用付き乗算のアルゴリズムをまず復習しておきます。AX と BX、これはともに整数係数の一変数多項式ですね、 X に関する一変数多項式としまして、で、 BX はモニック、すなわち、主係数、次数最高時の、係数が1であるとします。それからあと A の次数が K、 B の次数が M としまして、 K は M 以上ということにしておきます。で、こういう状況に与えられたその AX と BX に対して、その AX を BX で割るという常用付きの除算を行います。で、一応その時ですね、以前アルゴリズムを示しましたので、こちらでもう一度復習しておきます。入力は AX がこのような形ですね。多項式は係数をこう丸括弧で囲んで係数を並べた形でこう与えておりました。で、その係数は定数項から小引きの順に並べた形になっております。あと BX も与えるんですけれども、先ほども申した通り BX はモニックですので、最後の要素、すなわち主係数が1になっている点に注意してください。で、これに対して出力としまして QX、小の部分ですね、 QX、 それから乗与の部分 RX をこう求めるというアルゴリズムを以前作っておりました。で、一応そのアルゴリズムの中身ですけれども、こういう形になっております。ざっと復習しますと、まず1行目でですね、この Ri に AI を代入するってありますけれども、これはその常用を表す多項式に、まずその入力の非常多項式 A をこう代入するという操作を意味しています。で、次のその2行目のステップですね、ここがその実際の除算のステップを表しておりますけれども、ここは何をやっているかといいますと、その、非常多項式のですね、工事の項の、一番高い次数の係数から1個ずつ係数を消していくという操作に対応しております。で、その2行目の中でも特に A の部分っていうのは、これはその QI に R の i プラス M を代入するということを行っているんですが、これは具体的にはその小の多項式の係数を決定しているステップになります。つまりこの R の i プラス M 字、 i プラス M 字のその乗与の係数を消すために、それをそのまま小の i 字の係数にしてしまうというんですね。それで実質的にはこの R 乗与のこの係数がそのまま小の係数にセットされるということになっております。で、こうやってこれを使って、今度はその B のステップではその R ですね、乗与の R の多項式のしかるべき係数をこの除多項式である B の各係数にこの QI をかけた、小の係数をかけたものでこうどんどん消していくということを繰り返しております。ちょっと分かりにくい人はまた筆算でですね、多項式の除算を行っているステップに対応させて、思い出してみてほしいと思います。これによって最終的にこの
i がですね、k マイナス m から0までの間、この計算を繰り返す、第2ステップの計算を繰り返すことによって、その、まあ、ショートですね、それから、まあ、乗用をそれぞれ計算できたということになります。で、今回は、このそれぞれのステップにおける、その四則演算、この場合は整数のですね、四則演算の回数を見積もっていくことにします。まず、最初の1ステップ目ですけれども、この1ステップ目は何やっているかというと、代入なんですね。ですので、以前からもその計算量の見積もりの際に説明しておりますように、代入はこの計算量には含めないということにしておりますので、まあ、1ステップ目がこの計算量に寄与する部分はないということになります。で、次ですね、この第2ステップからこう計算量の見積もりをしていきます。まず、第2ステップの最初の行ですね、ですけれども、ここでは、その、まあ、i が、これ、フォア分の繰り返しですので、ここで何回か繰り返しが発生するということで、その繰り返しの回数を見積もりますと、これが i が k-m から0まで1ずつ減少していきますので、この第2ステップのこのフォア分、この繰り返しというのは、その k-m プラス1回繰り返しが起こるということになります。で、これを、その全近記法のシータ、ラージシータを使って書きますと、まあ、定数の部分が省略されますので、シータの k-m で見積もることができます。で、次に、この第2ステップのですね、この中身を見ていきます。まず、この第2ステップの A を見るんですが、この A は、どちら、2つ命令があるんですが、これどちらも、ね、代入ですので、計算量には寄与しません。でそこで次の B のステップを見ますと、ここはフォア分の繰り返しがありますので、まあ、その繰り返しの回数を調べます。そうしますと、ここの B のステップは、J が M-1 から0まで1ずつ減少させるということになっておりますので、都合ループ繰り返しの回数は M 回ということになります。で、今度はその、この B のステップのフォア分のさらに中をこう見ていくわけですね。でそうしますと、次の行ではですね、ここでその数の四則演算が行われております。で具体的に何が何回行われているかっていいますと、qi×bj のところで乗算が1回、それから r の i プラス j からその qibj を引くというところで加算が1回行われております。合計2回ですので、まあ、全近記法の θ でいくと、θ、まあの1という見積もりになります。で最後は、第3ステップはこのリターン分なので、計算量には寄与しません。以上をまとめますと、その、ここですね、このループ、ループが k-m×m 回で、そのループの中の演算回数が θ1 という見積もりですので、その合計の計算量の見積もりは、θ の m×k-m ということになります。以上の結果からですね、まず多項式の乗用付き除算の計算量は、その係数間の加減乗除の回数というのが、除多項式と小の次数の積に比例するということが分かります。具体的には、m の部分がこれ除多項式の次数ですね、b の次数。それから k-m が小の q の次数ということになって、まあ、除多項式と小の次数の積に比例すると。ということがわかります。ここまでよろしいでしょうか。